始まりました。松浦のブルースの源流をたどってのお時間です。あ、間違えました、すいません。お笑い界将棋最強決定戦、イエーイ。司会の松浦慎也です。お願いします。この番組はですね、8月19日に新世界朝日劇場で行われます将棋イベント、新世界真夏の将棋祭り、お笑い界将棋最強決定戦にて行われる暫定王者シャンプーハット哲司さんの対戦相手を決定するために行いました予選トーナメントの対局を皆さんにじっくり見ていただこうという番組でございます。はい、それではですね、今日の解説者をお呼びしましょう。こちらの方です。千日前でですね、将棋強いやつおらんかーって声かけたら、これ強いでって来てくれた方です。はい、村上さんですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでいいんですかね。はい、はい、お願いいたします。それ冗談でですね、将棋の指導員の方でですね、子供たちにこう将棋を教えて普及に努めてるね、すごい強い方なんで、はい、いい、子供にどんどん抜かれてますけども、ね。一回僕もね、遊びに行かせていただいてね。そうですね、お世話になりました、はい、ありがとうございます。子供にボロ負けしましたけど、はい、またお願いします。はい、今日は解説、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チパの誠さんとかまいたちの山内さんの対決ですね。ボケ同士の、はい、ボケ同士です。ボケ同士です。将棋ではボケないです。ボケないで、ツッコミで言ってほしいと思います。あ、お互い覚悟を開けました。次の、お、金ですか。金をいきなり、これは振りますよね、それはね。そうですね、ちょっと蒸発されてるような感じになります。勝ちに対処策につきまして、居飛車対対抗系、はい、うん、気持ちを止めてないですか、ね、止めてないですからね、こう交換したくなる、ね、感じもするなぁ、うん、ここどんどん飛車ついて、あ、ここで交換、うん、はい、銀で取って、あー、そういうことか、うん、真子さんまだ威力ですね。そうですね、ここで行くかどうか考えてるかもしれないです。行きましたね。行きましたね、はい、じゃあ当然、うん、行きまして、そうですね、はい、戻り戻りました、うん、はい、ここからどうする、早いですか、金上がりは。そうですね、まあ、別に大丈夫、はい、どうでしょうか、横さんどう囲うかですね。あ、どう囲うにいますから、お、角を早々に打つ、ん、5-6ですか、5-6、5-6、あ、そう、これはちょっと、そうですね、あらららら、いきなりちょっと鋭い手が広く向きますね。これじゃ鋭いんじゃ、あれ、これは行くんでしょうか。行くでしょうね、行きますよね、これはね、いきなり突っ込みですかね。これ突っ込ん、いや、これちょっとまだ身の囲いできてへんから、そうですね、こちらもね、あ、これはちょっと鋭いな、いいか、あ、行った、行ったな、これは嬉しいな、うん、お、いや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 、飛車あたりです、はい、これは駒が ね、 そうですね、2枚あるけど、やっぱり突破せりよできたの大きいですね、これでかいですね、身の覚えできてたらね、まだね、そうですね、うん、まだちょっと中途半端です、中途半端やからな、絶対ないです、はい、
いや、もうね、だいぶ困ってんじゃん、これ。誠さん、囲ってないようで隙がないです、ね。あ、意外とね。うん、横歩取りでたまにある、こう、打ち込みに。あ、そうですね。ね、強い。打ちました。あ、なるほど。まあ、に当てながらしたあ、この受けがあったか。あ、でも、まあ、ケーマがね。仕方ないと。桂馬ついた。なるほど。激しい戦い。怖いですね、これ。そうですね。相当怖い。どっちも怖い感じですね。相当怖い。でも肩意外と硬い。そうですね、大間の打ち込みにはね、ここもまだ手を切ってますから。さあ、気になりますね。どうしよう。これは積んだら、ね、取る手もあるんですが、はい、打ち込みましたか。いいんですか。おー、なるほど。これは取って取って、そうですね、両取りですもんね、これね、はい、完璧に。これも痛い手ですよね。これはほっといてなるわけにも。うわー、これは、後手の反撃するとしたらありますか。難しそうですよね。うん、まだ下あたりですからね。そうですね。もう一つやるから、やるべき。必殺技。2連発。どうすんねやろ、これ。ここも怖いな、これもな、なんか。そうですね。曲がってない形がこう。ね、やってませんね。うん、うまいですね。攻めばっかりという感じですね。これ龍やけど、まあ仮にね、こう正座してももう、はい、あ、そうですね。打てるし、打てますし、手番ね、ずっと。飛車打たれても大丈夫ですから。うん。うん、そう考えてもおかしくはないと思いますけどね。どうなんこれは。こういくと、ほんで角があまり使えないから、ね、使いにくい位置に行かすことができましたか。行きましたね。うん、なって、はい、いいですね。銀で取ると角が入りますから。ああ、なるほど。そうなるとちょっとね、戦えそうな、はい、これはどう。やっが緩むとね、なんか打ちたくも。打ちたくもありますね。ありますけど、ぱっと見だと打つかな。打ちたくなるな。さあ、どうする。どうしよう。打つしかない。打ってでも跳ねたとしても何こいますもんね。の方が手まくるには早そうですからね。三六歩に打った。行きましたね。打った。よし。さあ、ここで岡本さんがどうするかちょっと楽しみですね。どうすんやろ。また攻めの手を考えるのか。今まで見たので、ね、役例が好きそうな。そうですね。ここに隠すと千日手。そうですね。なりそうだ。これにまあまあ厳しいな。そうですね。ちょっと守りづらい。ね。ね。守りづらい。何やろう。まあね、金が上がるとか。上がりますか。そうですけど、うん、もうね。もう桂馬。おお、角を。追う。
これ行きますよね。これは、はい、行きますよね。これはちょっと、まあ、取ると取ってね。これちょっと、ちょっと緩いかな。取っといたらここですよね。トントン、ね、トントンで激ヤバい。あ、取った。大丈夫か。大丈夫かこれ。本当に前しか見ないみたいな。ほんまですね。これイケイケ、イケイケどんどんじゃないですか。あ、でも紐が、あ、なるほどなるほど。そうですね、紐が外れてるから。そうかそうか。あー、ぶっかりしました。なるほど。これだけちょっときついもんな。そうですね。一回しか逃げないんじゃないですか。あー、なるほど。考えてんな。これはでも、ね、角だけですから、うん、ちょっと攻めづらそうな。そうですね。ですけど、この辺とか、狙い筋あるかもわかりませんけど。あー、こことかね。あ、これはちょっときついな。まあ、ね、飛車回ったら一回。あー、一回受かることあるかな。これ相手したら逆にね、なられて取らない方がいい。一回叩いた。違い。うん。狙いはないやこれ。ちょっともしかしたら角を打つのかもしれないですね。はい、でこの時も払っちゃおう。なるほどなるほど。そういうこと。ここに。どうすんにゃん。それを察知してか、うん、これだとまあ取られても、ああ、なれる。なるほど。取るのかな、取るやろな。そうですね、やっぱりね、残しておくとちょっと嫌ですよね。ですね。いや、まあ、取るでもありますし、こっち取ってもね、ありますから。はいはいはい。こっち取られてしまった。取った。取りましたか。取るのを払った。乗り込んで。金上がり。聞いてますね。そうですね。龍が。険しい表情です。険しい表情。ここに行きながら、ここもね、並んでるので、うん、どっちや、
あ、攻める方に来ましたね。こちらですか、うん、こっちの方はでも、なんか、そう、次の場所だと思う。使い勝手は。あ、竜を、の、あ、火で、この、こう、竜の道を一旦止めました。これ、焦点の方になるんですか？そうは言わないでしょうね。そう言わない、これ言わないです。複数聞いてますけどね。焦点の方がなかなか打てないんですよね。すぐ忘れてもらえなさって数字で。そうですね。はい、よかった。意外と硬いな。そうですね。ここ行けないですからね、慣れないですね。こちら行っても。ね。まあ横行けばね、取れると思いますもんね。開封4度工夫されるとあ叩かれたらいいやしこあ斜めもですかね、はい、で、こちらを取られるとですね、はいこれはもう助からああでもこうかそうかそうですねでもああここはどうですかここそうですねあるかもしれないあるかもしれないお子さんならどうするでしょう、うん、捉えそうな気をなんていうことかああそっかもあるかもしれないですはい。おすごい引き遣いが荒いんですけど銀伝両取り母にこんな手があった興奮してますかね寿命縮まってますね完全になるほど逃げずに逃げずになるほどまあこれはねある1枚損するんですあ、そうってこともないのか、うん、あーまあどうすんじゃろこれどれが一番あそうあでもそうですね取ればうんどっち取るんですかねどっちもそうですけどこれあ取りたいですかねこれ取るともう遊びまくりですもんねこう取ったらね腕取らずに手で取ってうんもう全部きれいにしちゃうあきれいにしちゃうというそれはそれで刺しました飛車取ったらでも意外と嬉しいですか三十分ですかねうん仕事になったらあでこう取ると絵が、うわー変化台になるんですよ、うん、また交換ですけどで、絵を引いて取りましたどうなった最後に竜が残る向こうの竜が残ってるこっちは角があこういうことかなあそうこういうことですねでそうですね。考えてる。黒は。桂馬一枚あるの。あ、これ取ってるな。あ、取ったんですね。
ってことは今手番は琴さんか琴さんですか。あとに、うん、打ちました。いるんですか銀や。おお、売りますな。そりゃそうですね、はい、酔ったらそこそこ硬い。そうですね、はい、うん、オートマット風ですからね。はいはいはい。桂馬を取りました。桂馬を取った、はい、55万増やして、まあ、ちょっとやる手が難しい感じです、ね、難しいな。これは飛び道具使いにくい駒に立つよ。浮き駒は7銀ぐらいですけど、はい、狙いにくいですよね。意外と手筋も使いにくい、ね、くい。いやー厳しいなこれ。角うん、ついた。隙を作ろうと。なるほどなるほど。間違うこともありますからね。そうですね、うん、諦めたのか、何角とか使いになったのかもしれないです。はいはいはい。こういうの意外と怖いですよね。なんか強い人にされたらね、こう、なんか罠になっちゃうかって、何かでやろうって分からなくても逃げたりとか。そうなんですよ。これが基本は取れと、基本は取れ。叩きましたね。あ、本当だった。はい。なんとかちょっと苦心の。なるほど。ね。これで取ると、うん、どうですか？え？お！そうですね。角を。これはちょっと目が、はい、ちょっと逆転。取れば。うん。あ、すごい狙いを秘めてる。その狙いに気づくか。吉田豊絶対取りますね。吉田豊取りますよ。やった、取れんけって。はい、取りますよ。うん、お、あ、でも戦果はそうですね、うん、金を取りましたから戦果は出ましたね、うん、はい、聞きましたね、これね。そうですね、ね、はい、戦いになりましたね。おお、聞いた聞いた。ただ角もいい位置に。そうですね、ね、まだ狙い筋としてね、いつかありそうですね。ありそうですね、うん、こことかも厳しいのかな、ちょっと入ると。さあどうする。おっ、この落ちた角下から。はあ、いいじゃないですか。おっ、やりたい手ですか、ね、これはかっこいい角ですよ、これ。だからね、また金打てば、うんうんうん、下へ落として、うん、拾えばみたいなね。おーおーおーおお、そういうイメージでしょうか。さすが山内さん。山内さん強いですからね。あ、そうなんですね。はい。攻めが強いですか。強いです。勝利を。振り飛車一本で。なるほど。はい、それは誠さんがご存知なかったんですかね。いきなり金上がったんですけど。これは結構、ちょっとね、こう、大勢ついて。ちょっと考え込みますね。うん、これはちょっと、あれっていう感じですよ。こんなはずじゃん。一気に攻め倒すつもりが、ちょっとカウンターみたいな感じですね。いや、このパターン、あるんですよね。こう、結構、攻めあぐねてるうちに、はい、駒渡して。あ、そうですね。攻めようとなると駒も渡しますからね。うん。熟能さが。どうすんやろ。
品が逃げましたね。逃げた。ここも投げるぞ。え、これね。ああ、効いてる。危ない危ない。ここは、あとは取られそうですけど。ただ、打った後、これは絶対もう、もう死んでますもんね。そうですね。最悪、交換に行けるかどうか。そうか。ここ見越して、なんかずらす筋とかあったのかな。さっきこれ、読んでたんだと思うんですけど。まあ、そうですよね。あ、こちら行きましたか。おお。ということは、なんでやりたくないんだったらね、こっちとか、うん、毎回打つとかもあるのかもしれないですけど。なるほど、詰めろかけて。君はここにしましたね。あ、ここにしましたか。はい。で、大手か。大手は大手。そうかな。うわ、なんて早場所取られたくないよな。駒がないもんな。ただ現金がちょっと底へですね。うわ、つらい。うわ、取れた。これはつらいぞ。金ですか。金。あー、なるほど。逃げれるか。逃げる。逃げたいですね。逃げますよね。九層。なるほど。逃げ残して。きついなっていう。こんな時間足りないですね。はい、というわけでですね、今回の対局は、はい、スパンの誠さんの勝利ということで。そうですね。はい、この東領図以下は、もう分かりやすいですね。はい、下へ逃げるしかないですね。下へ逃げても、はい、頭金までの後なんですね。どうなります。はい、最後早かったですね、誠さんの。はい、もう全部叩き切って、バッサバッサと丸裸にして、うん、ね、頭金までの詰みを読んでたと。かっこよかった、はい、うん、まあ、どうでした。やっぱあの角が、あ、そうですね、序盤早々ね、ナイス角でしたね。はい、盤面広く見ててね、最初はこうついついね、かっこよばっかり見てたりするんですけど、はい、うん、広く見てましたし、まあ、お互いね、攻め合いの手で見てて面白かったかなと思います。はい、あ、ほんまですか。ということですね、今回はスパンの誠さんが勝ちましたので、他の出場者の対局も、この後随時放送していきます。皆さんお楽しみに。ということでですね、このトーナメントの決勝が行われる新世界真夏の将棋祭りお笑い界将棋最強王決定戦のチケットはただいま絶賛発売中でございます。こちらの対局以外にもですね、プロの棋士が、来られまして、芸人との特別対局、そして、将棋講座などいろいろですね、あの盛りだくさんやりますんで、もう初心者の方でもですね、楽しめるイベントとなっております。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。じゃあお願いします。じゃあ本日の解説は、村上さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次回もお楽しみに。真夏の将棋祭り第1回お笑い界
将棋最強王決定戦。